教育現場の ICT 活用と先生の働き方改革を応援する Teachers Shift 今週は近畿大学付属広島高等学校中学校福山校の鳥生博先生をゲストにお招きしています鳥生先生、本日はよろしくお願いしますよろしくお願いします鳥生先生は ICT 教育推進グループの代表をされているそうですが 現在の環境と本校の ICT 教育が動き出したのは2018年ですからかなり遅い方です。同じ附属校の乾卓先生に来校してご講演いただいたことがきっかけとなって本校の先生方もようやく本気になったというところで動き出しました。 それから急ピッチで準備を進めたんですが、準備委員会の設立や他校の見学など、管理職が率先してそういった活動を応援してくれたので、順調に進みました。それと並行して教員研修も重ねていたんですが、結局本校はですね、一人一台の iPad を使うということに決めまして、その決めた理由なんですが、やはり端末を使って生徒が楽しそうにしているという姿が思い浮かんだので、iPad に決めました。 iPad を使うと何かものを生み出すっていうことが生み出しやすくなるんではないかということで、うん、特に特別な人の特別な力だけじゃないんですよねものを生み出すっていうのは誰でも新しいものを生み出せるんだというところで iPad がいいなとそんな生徒になってほしいなという形で決めました動き出して導入まで実は本校2年もかけたんですけれども、うん、特に今年度ようやく全学年中高6学年全学年で iPad を持つようになったのでようやくここまで来たなでもこれからかなと言ったところですね でもこれからということなんですけれども今後のの展望といい。うものがありましたら教えてください先生方もようやく慣れてきてすべての授業で普通に使っているところですがやはりまだまだ何か使わなきゃいけないなといったところがどうしても見えまして、うん、でもそうではなくてもっと 自然に使うという形まではまだこれからといったところなんですよね、うん、<laughs> まあ私自身も同じようなものなんですけれども生徒の方が早いです普通に使ってます <laughs> あ,あ、そうですよね <laughs> これからも楽しみですねそうですねはいそんな鳥優先生、はい、ご自身は数学の先生ということで iPad を使ってどんな授業をされているんでしょうかなかなか数学とそういった ICT 端末っていうのは ちょっと離れてるというか、そう,ね、そういう話もよく聞いてしまうんですけれども、ICT とはまた別のところですね、やはり自分が面白いと思うこととか、うん、これって何だろうっていうような思うことを授業内容に組み込みたいと思ったときに、 これ今までできなかったけど iPad とかそういった端末を使うとできるなって気づくことがちょっと考えるとあるんですよね。で、社会と数学のつながりってめちゃめちゃつながってるんですけど、実は教科書とか問題集だけの内容をやっていくと、生徒はなかなか気づかないまま何か問題を解いておしまいということが多くて、自分ごとにならない、ただのお勉強に終わってしまったっていうところが私も自分の経験があるもんですから、そこは本当にもったいないなというふうに思ってました。そこで iPad とかそういった端末を使うことで、 実現したことっていうのはいろいろとあるんですけれども例えば参加関数の単元ではガレージバンドを使ってですねノイズキャンセリングを実際に実体験してもらったっていうのを昨年やったんですけれども。うん、ノイズキャンンセリングを自作すすするんでででかそそううす。 波波の重なり、まあ波の重重ななりりですよね、はい、ガレージパンと簡単に音を位相をずらせるのでそれをもう自分でこうずらして音を重ねて音を大きくしたりとか音を位相をずらして打ち消し合ったりとかっていうのは今までは口頭ではあの説明をずっとこの単元でしてたんですがうん、うん、やはり 生徒もふーんで終わりになっちゃうことが多くて <laughs>「すごいね」で終わりだったんですが実際にもう本当に自分の耳で聞いて体験をしてもらうとああなるほどというふうに思ってもらったっていうのはまあ自分もすごくどんんな風にななにるのかかと思っったたでですすが楽しかったですね,うねっそういったところをどんどん数学の中にも入れていくともっともっとなんでそれを勉強しているのかっていうのが分かってもらえてまた今までと違うような学びをしてもらえるかなと思ってます。本当に聞いてるるだけけででワワクワクすす授業なんですけれども もうなんか三角関数の単元でガレージバンドっていう発想が素晴らしいですよね <laughs> このガレッジバンドイコールも音楽の授業での活用しか私は思いつかなかったんですけれども、うん、そういうふうに、ま、数学でも他にも面白い iPad の活用方法っていうのがあると思うんですけれども他にもあれば教えてください。 今最近はあのブラウザーでもですね、関数を打ち込んでそれを動かしてみたりとかっていうアプリケーションたくさんありますので、そういったところは昨年度も数学さんの授業とかで使えましたね。今までもあったんですが、関数をコンピューターに入れてそれを見てくださいねってそのも説明教師には全くないんですよ。はい,はい,はい,はい <laughs> でも手元にやはり端末があるので、そこで簡単な関数をこうやって関数作るんだよって言って教えてあげれば、そこで自分で入力をちょっと専門的なアレになるんですが、バーカー変数を使ったあの関数を入れてもらって、で目の前でいろんな 関数が表示されるので、うん、あこれってやっぱりこういう意味だったんだ。っていうのは、これは本当に端末がないとできないこと。今までは教員がこうやって作ったんだよって言って、それを見るだけだったのが、自分の手元でできる。しかも自分がその関数を入力することでできるというのは、やはり端末がないとできないことかなと思います。うんうん、また、google workspace も学校全体で導入して積極的に使われてるんですよね。はい、どんな感じで使われてるんでしょうか？ そうです。まあ、生徒は iPad の運用と Google のアプリケーションの運用と、まあ、どれでも好きなものを使っていいよっていう形で運用してるんですけれども、特に保護者の方にも Google アカウントの方を配布していまして、欠席連絡とか、わざわざ学校に電話で連絡をして、 っていうのが朝の忙しい時間帯で難しいんですよね。その時に本当に Google フォームで簡単に連絡をしていただくと、学校としましても電話の対応する時間がもちろん削減できますし、保護者の方もその朝の時間を使いやすくなるといったところで、本当に便利だなといった形です。で、あとは学校のホームページはもちろんあるんですが、はい、Google サイトって っていうのがありますので、そこはあのアカウントを指定して公開できますから、本当にクローズなところで、生徒保護者の安全性を保った上で、そういった学校での様子とかっていうのを見てもらえるっていうところも各学年ごとでやってますので、こういったところも今まではできなかったことかなっていうのと合わせて、こういった保護者の方が普段使いをしてもらうことで、うん、あ、ICT の良さっていうのを築いてもらえるかなというふうに思ってます。 実際にそのように使ってみて保護者の反応はいかがでしたか？正直なところを申し上げると、うん、やはり子供に追いついていないので <laughs> 本当に技術的なところでできないっていうようなお叱りをいただいたりっていうことは正直あります。ただそういったところも電話とかにはなるんですけれども細かく説明をしてっていうところはやっておりますね。 鳥居先生、ご自身は実は Google 認定トレーナーでもあるっていうことなんですけども、はい、ご自身の例えばタイムマネジメントとかで、この Google ワークスペースを使ってたりとかはしないんですかそうですね。カレンダーは非常によく使いますね。ああ、Google カレンダーですよね。はい、もうめちゃめちゃ使いますね <laughs>、はい。やはりもういろいろと、まあ、今日もこういった収録に呼んでいただいてるんですが、<laughs> 自分が何をやってるか分からなくなっちゃうので。<laughs> お忙しいですよね。はい、<laughs> あとは、まあ、Google 関係アプリだったら、ToDo <laughs> とか Keep とかっていうアプリがありますので、そこにとりあえず入れておいて、<laughs> 確認をするっていうところは普段からやっているところです Google キープって私使ったことないんですけどもどんな風に使われてるんですか使い方いろいろですね例えばまあ、iPhone で写真を撮ってそれをキープっていうところにも入れておけば、うん、アカウントに連携してますのでパソコンの方からそこからデータを簡単に引っ張ってこれるとか、うん、なんか普通だったら iPhone 例えば撮った写真をパソコンに移してっていう作業をするじゃないですか、うん、とかドライブに回入れてとかアイクラの入れてとか、うん、そういった作業をもうせずにもう撮った写真がそのままス別端スでっていうところで非常に便利だなという 私は使ってますねクラウドストレージの代わりにもなるっていう感覚、ね、そうですねもうドライブの中に全部入るので他の先生方も同じように使いこなされているんですかいやまだまだといったらちょっと上から目線になっちゃうんですけれども、うん、ただまあ私が気づいてないような実践をいろいろされてるもちろんこれはもうあの年齢が若い先生も年版先生もなんですがいらっしゃいますので逆に勉強をさせていただくことも多いです気づかないことの方が多いですねすごい教師にとっても学びの場になっているんですね はいといったところでそろそろお時間になってしまいましたティーチャーズシフト新しい学びと先生の働き方改革今週は近畿大学附属広島高等学校中学校福山校の鳥生樹先生にお越しいただきました鳥生先生具体的な ICT の活用方法についてのお話ありがとうございましたありがとうございました アドビプレゼンツクリエイティブな教育よもやま話番組お聞きの先生方こんにちはアドビの小池聖子です、えー、アドビではクリエイティブツールを活用して先進的実践的教育活動をされている先生方をアドビエディケーションリーダーに認定しています今日ゲストにお越しいただいたアドビエディケーションリーダーは工学院大学附属中学校高等学校の中川千穂先生です 中川先生は5年以上前から映像制作を授業に取り入れ生徒さんの創造性を育む教育を実践されています中川先生どうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますまず最初に工学院大学附属中学校高等学校について教えてください工学院大学附属中学校高等学校は東京都八王子市にある男女共学の私立の学校です生徒数は約1000人で 挑戦創造貢献が功訓です自然に恵まれた環境で教室ももも図書館も設備がとてて充実していますよね中川先生は英語科の先生でいらっしゃいますけれども創造性を育む教育の柱として映像制作を取り入れることになったきっかけを教えていただけますか中学生を担当していた頃修学旅行の事前学習で映像制作を実施いたしました。 インターネットで簡単に目的地に関する情報収集はできますが、例えば平和など抽象的なことを深く考えるには、生徒の主体的活動が必要です。そこで、生徒が深く考える仕掛けとして、自分の思いを映像で表す活動を取り入れました。映像ネイティブ世代ならではのアウトプットを含む学習方法ということですね。 オンでは当初からアドビクリエイティブクラウドが学校で使えるようになっていてプレミアプロですとかアフターエフェクスを生徒さんがどんどん使ってくださっていましたツールの選定で重要視された点はありますかはい、えー、ツールは自由ですということで実施しました、えー、生徒に使用法を説明したこともありませんしそもそも生徒たちに質問されることもあまりありませんでした好きなものを使いなさいとしたところアドビ製品を選ぶ生徒が多くいました 学校では子供用にスペックダウンされたものではなく、社会で使われているソフトとしてアドビ製品を提供しました。ありがとうございます。実社会で当たり前のツールを学校でも当たり前に使う環境を作られたということですね。この映像制作のプロジェクトの教育効果とはどのような点が大きいでしょうか。自己発見による自立だと思います。映像の核となる主張をはっきりとさせ、その表現を考える過程で生徒は自分探しをしていました。 創造性や論理性はもちろんのこと著作権など社会のルールも学びましたし共に働く力自ら計画実行するというプロジェクトマネジメントの力もつきましたそうした一方であの保護者の方から試験や受験との両立について不安視するような声が届くこともあったと伺ったんですがそのあたりいかがでしたでしょうかはいありました。えー、教科のの勉強をしししてててほいいにに部屋にこもって映像編集ばかりしている 自分の子供だけが多くを負担しているなどという声がありました。もちろん生徒同士、揉め事もありました。揉めながら生徒たちは社会で働く術を学んでいたんだと思います。そういったあの苦労とあの生徒さんたち同士のいろいろな経験を経て、今年の春、この映像制作プロジェクトを経験してきた学年の進学実績がもう大変素晴らしかったそうですね。はい。えー、本校で過去一番の実績でした。 創造性の育成は進学実績に大いに役立ちました映像制作を通して自己発見し自分の進む道を見出したからまた計画を立てて物事を実行し最後まで諦めずに頑張る術を身につけていたからだと思いますはい素晴らしい実績でしたさて最後にお伺いしたいのですが中川先生は生徒の創造性を育むために望ましい教育 ICT 環境とはどのような環境だとお考えになりますかはい アイデアを形にできる環境だと思います生徒自らが考え表現するツールを選ぶことができれば最高です人生は選びの連続ですから自立への第一歩になると思いますはい中川先生ありがとうございました工学院大学附属中学校高等学校の中川千穂先生にお話いただきました今日伺った映像制作プロジェクトの生徒さんの作品は Adobe の教育ブログでご紹介していますのでぜひご覧ください それではまた来月ありがとうございましたコミュニティで学び合う教員の学び方改革みなさんこんにちは岩本もみじです<え>教師は子どもたちにさまざまなことを教える立場ですがその教師自身も日々学び続けなければ授業をアップデートすることはできません 皆さんはどのように学んでいるでしょうか本を読んだり、新聞を読んだりして学んだり、同じ学年の先生、主任や主幹の先生、管理職の先生から直接学ぶことも多いでしょう。また、校内研修や教育委員会での研修など、様々な勉強の場があると思います。たくさんの学びの場があるとは思いますが、学校という枠を超えると、さらに多くのコミュニティが存在しており、 そこで学び合うことが可能です。このコーナーでは私が所属しているいくつかのコミュニティについて紹介させていただきたいと思います。第1回目では Microsoft 認定教育イノベーターについて紹介させていただきたいと思います。Microsoft 認定教育イノベーターとは Microsoft ベ n ティブエデュケーターエキスパートのことで通称 MIEE と言われています。MIEE は 教育現場におけるテクノロジー活用を先導する教育者が集まり、マイクロソフトとともに新しい教育を作り出すコミュニティであり、マイクロソフト公式のプログラムです。このプログラムは日本独自のプログラムではなく、マイクロソフトが世界各国で教員を認定しているグローバルなプログラムです。MIEE のメンバーの中には、教育界のノーベル賞といわれるグローバルティーチャープライズや ICT 夢コンテストなど、 さまざまな賞を受賞した先生も多く在籍しています。また活動内容はテレビや書籍、ウェブサイトなど多数紹介されています。MIEE は毎年9月から翌年8月までの年度プログラムです。毎年5月中旬頃から7月初旬頃までが募集期間となっております。ちょうど現在が募集期間となっております。私は 二千十八年から二千二十二年まで、M. I. E. E. に認定されており。M. I. E. E. のメンバーから、多くのことを学ばせていただきました。第二回目では、M. I. E. E. になると、具体的に、どのようなことが学べるか、をお話ししたいと思います。それでは、皆さん、また次回、お会いしましょう。さようなら。ティーチャーズシフトは、毎週月曜日の夜に配信しています。 YouTube のチャンネル登録をして来週もまたお聴きください。クリエイティビティー・ノア・アウトカム・クリエイティビティー・エザ・プロセス・ダ・スタッツ・ウィン・メケ・チョイス・トゥ・エンブレス・ディ・アネクスペクティ・アン・トゥ・ディ・アン・ディ・アン・ディ・アン・アウトカム・クリエイティビティー・エザ・プロセス・ダ・スタッツ・ウィン・メケ・チョイス・トゥ・エンブレス・ディ・アン・アイディ・アン・アン・アイディ And your perspective. There is creativity inside all of us. And unlocking it starts with the choice to make the leap.